最初はもうまさに和太鼓だけのチームだったんですけれども、今はマリンバと和太鼓という形で演奏させていただいております。さんをねお借りして一緒にやらせていただいてとても楽しかったので、また何らかの形でお声かけていただければ、僕らもその名古屋市を拠点に演奏させていただいているので、この開封400年を、ね、一緒に何かお祝いできてお力添えができればいいなというふうに思っています。大きい音でもっと驚いて泣いちゃったりする子もいるかなと思ったんですけども、まあ1時間よく集中して聞いてくれましたし、でも気持ちよくなって寝ちゃってる子もいたぐらいですから、なんかそういうのがとても良かったなっていうのと、やっぱり親子で見れるっていうのが何よりもこう僕は嬉しいことだな。こういう工場地帯の真ん中でね音楽ができて、そこに親子で来てくださって音楽を体験してもらえるっていうのは、とても嬉しいなっていうふうに思います。